日本九州地方福岡県福岡市博多区、沖浜町沖浜城は福岡県福岡市博多区の町名。現行行政地名は沖浜町である。町内の港湾施設の総体としては中央府島と呼ばれる。土地利用については北部及び南東部において旅客ターミナル、コンテナヤード、物流倉庫などの港湾施設が集積し、南西部において 町内のマリンメッセ福岡が近接する福岡国際会議場福岡サンパレス及び福岡国際センターとともにコンベンションセンターの大規模な集積地の一部を構成している。面積は約39ヘクタール。2021年6月末現在の人口は23人。郵便番号は812-0031。福岡市の中心とされる 中央区天神の北側、博多区の北西端で海に面する地域に位置する。町内全域が1937年から1995年にかけて海面の埋め立てによって造成された不当である。南西、北西及び北東で博多湾に面して岩壁島を形成し、南東で岩木町と南西の一部で地港本町と隣接する。都市計画に関しては、 福岡市都市計画マスタープランにおいて、沖浜町を含む中央不島と隣接する博多不島、天神周辺、博多駅周辺を各とした一体の地域が都心部として位置づけられている。用途地域は全域が純工業地域に指定されている。また、都市計画法及び港湾法に基づく臨港地区にも指定されている。さらに、沖浜城の一部に、 岩木町及び築港本町の各一部を加えた区域約16.8ヘクタールの地区については地区計画の区域として中央不等地区地区計画が定められ展示場、ホテル、会議場等のコンベンション関連施設の立地などによりウォーターフロントの交流拠点にふさわしい市街地の形成等を図ることが目標とされている交通に関しては 公共交通機関としてはバス及び船舶がある。鉄道は通っていない。最寄りの駅は福岡市交通局が運営する福岡市地下鉄、箱崎線の五福町駅であり、距離は同定で約 2km である。五福町駅付近のバス停から沖浜町へ向かうバスの便が多い。バスについては西日本鉄道が運営するバスが運行しており、次の停留所がある。 一部の路線では BRT も運行されている。国際航路には博多港と富山港とをつなぐ航路として次の船舶がある。また中央不島クルーズセンターでは国際クルーズ客船の発着がある。主な幹線道路は次の通り。博多港国際ターミナル中央不島クルーズセンターマリンメッセ福岡博多港。 集築第一期工事竣工記念碑博多校を引き上げ、記念碑、博多校発祥の地の記念碑町内に、学校は存在しないが、校区については、小学校区、中学校区についてそれぞれ次の学校の校区に属する。ありがとうございます。